皆さんこんにちは、バリューネクストの中村です。今日は皆さんに我々のパラルトオフィスをご紹介したいと思います。ぜひついてきてください。こちらが我々のパラルトオフィスです。どうぞ。今我々は毎日のようにクライアントの皆様と一緒にこのように会議を行っております。我々のメンバーはスタンフォード大学、バークレーといった優秀な学生さんたちがこちらで一緒に働いております。そして彼らの主なコースはコンピュータサイエンス。どうぞこちらの方に来てください。典型的な卓球大学にあります。そして今優秀な学生さんたちが今一緒にディスカッションをしているところでございます。このようなゆったりとした環境の中で素晴らしいアイデアを出してくれます。そしてこういう典型的な会議室もございます。こちらが非常に静かな環境で、しっかりとした議論ができるような環境になっております。こちらは我々のボードメンバーがよく使う場所です。そして研究開発を日々行っております。こんにちは、バリューネックスの代表取締役である中村達夫でございます。今日はバリューネックスの現在の事業概要、今後の向かう先についてご説明申し上げたいと思います。バリューネックスはビッグデータ解析に基づくエビデンス提供をすることでお客様の次の一手を支援しています。これ以外にも様々なお客様や社会のニーズに応えるためのビッグデータ解析を行っています。バリューネックスは2006年に株式会社ソーチという名前で創業しました。2014年に次のバリューを見つけるという意味を込めてバリューネックスという名前に名称を変更いたしました。創業当時まだビッグデータという言葉がない時代に大量の情報をあるアルゴリズムに従って丁寧に配置することによってそこから知見を得る、ここに着目して創業したのがソーチ、今のバリューネックスです。それは現在も変わらず必要とされているニーズです。私たちバリューネックスのアプローチは次のように行われます。まず大量のビッグデータ、例えば特許情報、論文情報、ニュースデータ、こういうテキストデータを大量に集めてきます。次にそれらのドキュメントの類似性を評価します。同じような内容のものは一つのクラスターに集約していきます。そしてその集約したクラスターを二次元に可視化します。つまり一枚の平面上に表現して地図を作るというものです。この地図を正確に配置するためのアルゴリズム、これが我々のコアコンピタンスになります。バリューネックスがお客様から依頼を受ける主なテーマはここに掲げるものでございます。バリューネックスの俯瞰図は多くのお客様の統合報告書、有価証券報告書に掲載されています。自分たちが研究開発投資をしている内容がどのように事業につながるのか、俯瞰図を使って可視化することにより一目瞭然にすることができます。レーダー図は業界の動向を把握するだけではなく特定の企業群の関係性、戦略を浮かび上がらせることができます。90年代はあらゆるものがデジタル化された時代です。振り返ってみると90年代から2020年にかけてデータ、情報、知識、これらが一般化した時代と言えます。今2024年、私たちは気づきを得る、つまりインサイトを得るということが自動化され始めています。そしてこの後2040年、シンギュラリティが囁かれておりますが、01を作る、つまり新しいものを作るということが機械によってなされる時代が来ると言われております。このような背景の中でバリューネックスがやっているサービスは気づくというところも自動化されることを見越して01を作るというところに今業務をスタートしております。各時代時代の変遷を主導した企業がこのようになっております。バリューネックスは新しいものを考える、新しいものにチャレンジする、こういう会社で居続けたいと考えております。これからもバリューネックスどうぞよろしくお願いいたします。